こんばんは、7月6日は、どんな一日でした？こんばんは、7月7日の記念日を紹介するぜ。まずは、ヘッドラインから。よろしくね。マリサ、あれ？私がやるのか？なんとなく、そんな順番になったし、任せたわよ。OK だぜ。7月7日は、小暑、七夕、浴衣の日、世界遺産の日、川の日、竹たけのこの日、香りの日、そうめんの日、ポニーテールの日、冷やし中華の日、カルピスの日、アルティメットの日、笹釜の日、高菜の日、糸魚川七夕は笹寿司の日、ドリカムの日、特撮の日、コンペイトーの日、なんか多いんだぜ。まあ、七夕だしね。じゃあ、個別の解説、よろしくなんだぜ。合点承知の助。小暑、小暑は、24節気の一つで、定期法では太陽光景が105度の時を指します。梅雨明けが近づき、夏らしい暑さが始まる頃とされ、次の節気対処の本格的な暑さにつながります。今年は、とっくに梅雨が終わったけどな。小暑または大暑から立秋までを、一年で最も暑い期間として暑中と呼びます。暑中見舞いなんだな。そうね。暑中見舞いを出すのは、この時期ね。人によっては、立秋の前の18日間。いわゆる、夏の土用をもって、暑中とする人もいます。ま、とにかく暑い時期なんだぜ。七夕。織姫と彦星が、年に一度だけ、天の川を渡って会うことができる日ですね。七夕は、日本古来の豊作をそれに祈る祭りに、中国から伝来した吉光殿という裁縫の上達を祈る祭り、仏教の裏盆絵などが混ざってできたお祭りとされます。いろんなものがごちゃ混ぜになってるんだな。短冊に、願い事を書くと叶うっていうな。笹に短冊を飾る風習がありますが、これは江戸時代から始まったもので、日本独自の風習です。字の練習をし、短冊に書いた字を七夕の笹に飾ることで、習字の発表会みたいなことをしていた塾があり、そこから笹に字を書いた短冊を飾ると字が上達するという噂が流れました。やがて、短冊に好きなことを書いていたのが、願い事を書くようになり、笹に飾ると願い事が叶うと言われるようになったということです。本当か？さあ、そんな話を聞いたことがあるけど、ソースは忘れたわ。眉唾物だと思っていいわよ。浴衣の日、日本浴衣連合会が制定しました。七夕に浴衣を着ることが多いことと、裁縫の上達を願う祭りである吉光殿に由来します。世界遺産の日、平成16年20047月7日に、紀伊山地の霊場と参詣堂が世界文化遺産に登録されたことに由来します。熊野古道ってやつだな。川の日、建設省原国土交通省が、天の川のイメージから制定しました。竹の子の日、全日本竹産業連合会が制定しました。産物関係者の話し合いの席で、竹取物語のかぐや姫が竹の中から生まれたのは、7月7日ではないかという話題が上がり、かぐや姫の誕生日である、7月7日を竹の子の日としました。お偉いさんが集まって、公式の場で、何の話をしてるんだか。こんな話でも、産業に結びつけようと、必死なのよ。茶化しちゃいけないわ。香りの日、化粧品の販促のために制定した日、化粧品会社は、七夕にちなんで、よく販促をするのよ。そうめんの日、乾麺の日、平安時代、七夕の日に貴族も庶民も天の川に見立てて麺類を食べる風習があったことに由来します。なんか、嘘くさいぜ。眉唾物に見えそうで、実は縁起式という平安時代中期の儀式作法などをまとめた文献に載っているそうです。そうめんって、意外と古くから作られてるんだな。ポニーテールの日、日本ポニーテール協会が制定しました。日本ポニーテール協会では、ポニーテールは浴衣によく似合うという主張をしていることから制定された記念日です。なんなんだ、その団体は？ポニーテールをこよなく愛する団体よ。冷やし中華の日、小暑となり、夏らしい暑さが始まり、冷やし中華が美味しい季節になるから、冷やし中華の愛好家たちによって制定されました。
カルピスの日。ミルキーウェイになぞらえたのか？いいえ。大正8年1919年7月7日に、楽東株式会社現カルピス株式会社が、日本で初めてカルピスを発売したことに由来するのよ。アルティメットの日、一般社団法人、日本フライングディスク協会が制定しました。アルティメットは、フライングディスクを投げてパスをつなぎ、相手のエンドゾーンでキャッチすると得点になるスポーツだぜ。笹釜の日、株式会社紀文食品が制定しました。七夕は笹の節句とも呼ばれることにちなみます。高菜の日、全日本漬物協同組合連合会が制定しました。ナッパと高菜の長蜜で7月7日となっています。糸魚川七夕は笹寿司の日、糸魚川青年会議所が制定しました。七夕は笹の節句とも呼ばれることにちなみます。ドリカムの日、ドリカムの所属するユニバーサルミュージック合同会社が制定しました。七夕は夢が叶う日ということで、 DREAMSCOMETRUE にちなんでいます。特撮の日、特撮文化推進事業実行委員会が制定しました。特撮の神様つぶらや英二の誕生日が7月7日であることに由来します。コンペイトウの日、コンペイトウの製造元4社で制定しました。星祭りとも言われる七夕に、みんなでコンペイトウを食べて、全国にコンペイトウの天の川を作り、織姫と彦星が会えるようにという思いから制定しました。つまりは宣伝だな。野暮なこと言いなさんな。今回は、おまけは割愛させていただきます。どうしたんだ？数が多かったからか？今回確かに数は多かったけど、話題には乏しかったから、そこまででもないわ。ただ、ブログでは、アベリアの紹介をしているけど、読み返してみると、内容が薄いのよね。まあ、公園とか街路樹でよく見る気だしな。動画の尺も、できるだけ5分くらいにまとめたいって思ってるし、ここが潮時かなって思ったの。じゃあ、このまま終わりの挨拶だな。明日、7月7日に使えそうな話題の種はありましたか？七夕にちなんだネタが多かったから、七夕の話にちょっと付け加えられそうな話があったかと思うぜ。明日も18時に動画を公開します。じゃ、明日も特別な一日を。